はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、風道でございます。はい、というわけで先日のねヤリスクロスに続いて日産ルークス納車でございます。はい、しょうがないということで、ほら本当にね正真正銘の新車でございます。ということで、いや何やってんだろうな、とりあえずエンジンをかけたいと思います。いやね、びっくりしたんですけど、俺のヤリスクロスのディスプレイオーディオよりも画質が良くてね、画面がでかいんですよ。どういうこと？周り全部ピアノブラックで、はい、最近の軽自動車すごいね、さすが200万円オーバーですね。はい、でこの辺も、あー新車の匂いいいね。うん、あの一昔前の軽とは本当に思えないですね。この辺もなんかタッチ感のないタッチパネル、はい、これで風量、なんか遊び心はすごいですね。温度の上げ下げ、うん、いやーすごい、恐れ入りました。とにかくね、広い広いし、もうアームレストもしっかり標準でついてるしね、まあ、後ろもめちゃくちゃ広いぞこれ。あれ俺これでいいかな。フロントガラスもめちゃくちゃ大パノラマですねこれ。 BB もどっちかっていうとさ、ガラスが立っててパノラマビューだったんだけど、それをはるかに凌駕してますね。そしてもう本当にここに窓があるっていうのは素晴らしいね、全く死角もなし。うん、でバックカメラもしっかりこうつくんですよ。あれ俺のヤリスクロスよりも装備とかなんかいろいろいいんじゃねとか思っちゃう。もう最初からこの辺もさ、これ軽自動車だからね、ピアノブラックで、うん、何よりこの辺がすごくね、それこそ近未来的でちょっと遊び心があったりして、いやいいっすね。でちょこっと走った感じなんだけど、あの舐めてた、あのこれターボついてないやつなんだけどね、すげえ速い。この辺ね、東京都内とかちょっと幹線道路とかをね、ちょこちょこね走るには、いやもってこいですね。いや素晴らしい。うん、質感が意外といいんじゃないですか。何より感動したのはパッと乗って天井がまあ高いってことだよね。うん、最近あの BB からヤリスクロスに乗り換えて、どうしてもちょっとね窮屈感は感じてたんですよ。まあしょうがないんですけどね、そこからのまたこれなんで、いやちょっとねあまりの広さに、うん、ちょっとびっくりしてます。そして、うん、走行性能もなかなか良くて、いやーいいっすね。はい、そんなわけで2ヶ月連続で納車しました、されましたということで、はい、嘘です。全部嘘です、会社の車です、はい。まあでも俺この車でいいかなっていう感じはしますけどね、はい。そんな最近の軽自動車にびっくりした風道でございましたということで、ちょっとねこれがツルツル滑ってしょうがないんで、会社に戻ってこれ外そうかなって思います。はい、そんな感じで緊急的に動画を撮ってみました、日産ルークス。いやーいいなこれ、もう本当になんか、うん、軽自動車1台あればもうこと足りるなっていう、もうそんな世界に入ってきましたよね。この装備とかその所有感とかね、走行性能とか、まあ、燃費もそうだけど、いろいろね含めて考えてみても、トータルバランスすごくいい車両になってますね。いやちょっと欲しくなってきちゃったね。はい、また次回何かしらの動画でお会いしましょう。風道でございました、バイバイ。いやガチで欲しくなった、買っちゃおうかな。はい、というわけで日産ルークス結構かっこいいよね、最近の軽自動車ね。で何よりもこのガラスね、これがね面積が広くて高くてめちゃくちゃ運転しやすかったな。あとこのサイドのね、ここもガラスでもうほんと死角がない感じで、いやめちゃ良かったですね。まあ、タイヤは14インチで、まあ、どっしり感はないんだけど、まあ軽らしくねキビキビと俊敏に走るんで、うん、めっちゃ良かったです。運転してて楽しかった、逆に。はい、
まさかのまさかの全部 LED ん、うん、LED に見せかけて実は違うね、電球ですね。もうここまで全部フル LED だったらちょっとね、うん、びっくりしますね。はい、 S ハイブリッド、ただでさえ燃費のいい軽自動車ね、ハイブリッドシステムなんて贅沢ですね。いや、よかった、なかなかいい車でした。はい、